普段、最近は何をされてるんですか？段は、まあ、でもやっぱ制作めちゃくちゃ今してるって感じです。この前アルバムを3月に出したんですけど、もう結構それも1年間ずっともう制作ばっかりやってたんで、なんかそれが今、なんていうんですか、その状態が未だにちゃんとこう続いてるというか、だから結構制作をしまくってるんですかね、最近。まあライブもいっぱいちょっと入ってるんであるんですけど、本当にもそんな感じですかね。制作してるってことはイコールもスタジオに入ってるみたいな感じなんですか？ああ、でも結構東京に来てますね、今は。工場くんとこに来て一緒にやってるって感じが多いですかね、最近は。今そのまさにお名前出ましたけれども、新作のプロデューサー工場さんとの出会いとか仕事をしてみての印象だったりとか、もろもろ伺いたいです。出会いは、まあ、もともと知ってはいたんですよ、僕が。で、東京にライブに来る機会があった時に、もう5年ぐらい前なんですけど、リットーっていう沖縄のラッパーが友達でいるんですけど、なんか彼が見に来てくれたんですよ、ライブを。で、その時に工場を一緒に連れてきてて、そこでまあちゃんと初めて話して、で、なんか連絡先とかを多分交換したのか、その初めて電話した時にもう曲やろうぜってなって曲作ることになったって感じだったんですけど、そうですね、出会いはそんな感じです。どんなアーティストですか？一緒に作ってみいて。やー、なんかアーティストの前になんか、なんかこんなにこういう優しい人がいるんだなって感じが印象ですかね、最初は。優しいですね、すごく。俺から見たら、優しいんですけど。でもやっぱ、すごいスキルフルだし、もう音楽すごい知ってるし、すごい無邪気だし、とにかくまっすぐな、わかりやすい、人、見てて面白いですし、まあ、僕もなんかあんまり、こう、まあ、自分のラップのこととか言うと、結構、その歌詞とか、そういうとこだけに結構自分は特化してやってきてたんですけど、なんかあの人と出会って結構その音楽の楽しさとか、なんかそういう側面をたくさんこう教えてもらったというか、一緒にやっててこう今まででこうなんか一番楽しいなっていう、制作とか音楽が楽しいなっていう感じにさせてくれたっすかね、すごく。